皆さんこんにちは。シーズンは始まったばかりですが、早くもコンオフの FA 市場をめぐってある選手に注目が高まっています。4月に国内 FA 権を取得した日本ハム加藤貴之投手です。権利取得の際にはまだ何も考えていない、まずはしっかりチームに貢献したいとコメントしていますが、コンオフ FA の目玉になると言われる加藤貴之をめぐって球界内からも様々な考察の声が出ています。今季チームの開幕投手を任された加藤貴之はファンからはホワイト企業と呼ばれています。左のエースとして開幕からローテーションを守り続けている加藤貴之はここまで9試合に先発し4勝2敗、防御率 2.07 と安定した成績を残しています。驚くべきはその予球数です。かねてより制球力に高い定評がある加藤貴之は今季ここまで打者250人と対戦し、与えた四球数はわずか4。昨シーズンは規定投球回に到達した、投手のシーズン最小記録11を打ち立てましたが、今季もその制球力は健在です。四球も少なく、カウントを悪くすることもめったにありません。テンポのいい投球を続けるがゆえに、加藤貴之の先発する試合時間は他試合と比べ極端に短い傾向にあるのです。今季加藤が先発した試合の試合時間は以下の通りです。3月30日2時間58分、4月6日2時間45分、4月14日2時間30分、4月21日3時間48分、4月28日3時間ちょうど、5月5日2時間49分、5月13日2時間42分、5月19日2時間30分、5月25日2時間35分、9試合平均2時間52分。加藤貴之が投げた試合は平均3時間弱と、他の試合と比べても圧倒的な試合時間の短さから、ファンの間では加藤の投げる日は早く帰れる、ホワイト企業だ、さすがホワイト企業加藤貴之などの声が上がるほどです。加藤貴之といえば昨年も100球以内の完封勝利を成し遂げるなど、カドックスの愛称でも知られ、今季は国内 FA 権も取得と様々な方面から注目を集めています。シーズンはまだ先が長いが、この先もホワイト企業を貫きながら自身の持つシーズン四球数記録更新にも期待したいところです。日本ハムは5月25日のソフトバンク戦に5対1と勝利、先発した加藤貴之は6回5安打1失点で4勝目を挙げ、5月は無敗となり月間 MVP の候補としても期待がかかります。加藤貴之は初回に1点を先制されるも、2回以降は無失点。打線も加藤貴之の好投に応えようと、3回に万波中正がリーグトップタイとなり、ツーランを放つなど援護しました。終わってみればこの日も四球1と持ち前の制球力も光り、自身3連勝を飾りました。加藤貴之の武器の一つはスローカーブです。制球力抜群の左腕の地球が捕手のミットに収まると、思わず打者は約3秒もフリーズ。ファンもめっちゃ打ちづらそう、打者がストライクだったなぁで固まるの好きと反応しています。目線が上がった打者はなかなか手を出せず、バットを振ってもタイミングを合わせることは難しいようです。パーソルパリーグ TV 公式 YouTube がドロッとしてるスローカーブとして映像を公開。なんでこんなストライクゾーンに吸い込まれていくんや、コントロールすごいな、本当にドロッとしてるという表現がぴったり。加藤のフォームと合わさってめちゃくちゃタイミング取りづらそう、すごすぎて笑ってまうわ、急速インフレ時代にこれは気持ちよすぎると絶賛のコメントが並びました。そんな和製マダックスとも言われる抜群の制球力を誇る左腕をめぐっては、仮に FA 宣言すれば複数球団が獲得に動くと見られています。先発の左腕不足に悩む巨人やソフトバンクなど、左腕はどの球団も不足しているとあって熱視線を浴びています。中継ぎ経験もある加藤貴之は幅広い起用が見込めるとあって、これもポイントとなっています。現役時代は太陽で活躍、引退後は日本代表コーチも務めた野球解説者の高木豊氏は4月17日に更新した自身の YouTube チャンネルで加藤貴之について語っています。今季チームの開幕投手も務めた加藤貴之について高木氏はゲームを必ず作ってくれると評価しました。安定した先発投手陣の指標といわれる
クオリティスタートの割合が高いこと、さらに無駄なことをしないとして昨年はシーズン通して支給がわずか11だったことにも注目しました。無駄な走者を出さないことで最小失点で抑えられることも評価の高さにつながっていると見ています。高木氏はサクオフも FA の近藤健介に対し異例の巨額契約で獲得したソフトバンクが有力候補の一つになるとしました。一方、水面下で注目を集めているのは現在首位を快走している吉井正人監督率いるロッテにもあります。加藤は千葉出身と地元ということに加え、指揮を取る吉井監督とは日本ハム時代に選手とコーチとして接してきた縁もあります。当時から選手ファーストで知られた吉井監督の熱血ぶりは選手にも好感を持って受け止められており、現在のチームの快進撃の要因ともされます。投手の指導力に定評のある吉井監督の下でより投手としてレベルアップが図れるかもしれません。最近の FA の傾向としては高額契約よりも自身が長く働きやすい環境を選ぶのも一つのトレンドとなっています。確かに金銭以外の要素としては吉井監督との信頼関係は大きいかもしれません。今年日本ハムからトレードされた西村投手もロッテに移籍から好調です。ダルビッシュや大谷とも日本ハム時代からいい関係で、これが WBC 優勝に働いています。ただ当初吉井監督はつなぎの監督として雇用されているので、今年の成績が今後の吉井政権の長期化へどう影響するかも加藤貴之は見極める必要がありますね。今季の加藤貴之のピッチング内容とともに水面下の動きも注目を集めそうです。とはいえやはり日本ハムが加藤貴之を全力で慰留しなくてはいけません。ここ数年は毎年のように戦力が流出している現状なので、さすがにこれ以上の流出は避けたいところです。ましてや右のエースである小浅直之も今オフにポスティングによる米球界挑戦を表明しているので、左右のエースが抜けてしまうという事態になりかねません。昨年のうちから今季の開幕投手に加藤貴之を指名していた新庄監督は、もう左投手では12球団ナンバーワンじゃないかなと最大級の賛辞を送っていました。加藤貴之がここまで支給が少なくなってトップクラスの投手になったのは本人の努力はもちろんですけど、新庄監督のフォアボール出すぐらいなら打たれてもいいというアドバイスがハマってストライクゾーンの中で勝負できるようになったと加藤貴之本人が言っていました。信頼してくれている新庄監督への恩義を感じているようでしたし、北海道やファイターズへの愛着をインタビューなどでよく語っているので、近藤と違ってそう簡単に FA 移籍とはならないのかな思う部分もあります。今季は投手陣が軒並みに不安定なだけに加藤貴之の存在感はより高まっています。4月14日の西武戦では2失点完投勝利でエスコンフィールド初の完投勝利投手ともなった加藤貴之、日本ハムは新本拠地となり、チームの状態も上り調子なだけに、これから新時代を築いていく上で加藤貴之の存在は必要不可欠です。昨年4月には90球で完封勝利を成し遂げ、新庄剛志監督からカドックスとも命名されました。制球力の良さを武器に一躍注目を集めている左腕の働き場所はどことなるのでしょうか。今季どんなパフォーマンスを残すかとともに市場価値も含め注目の存在となりそうです。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。